と、まあ、変わったお話というか海外のお話になるんですけどね。この話自体は、聞いたのはもう7、8年ぐらい前の話なんですけどね。私の知人が、まあ、とあるこう何でしょうね、こう飲み会みたいなのを開きまして、私そこに飲み行ったんですよ。だからそこに結構海外の方も何人かいらっしゃっていて、で、まあ、その中で知り合った、確かインドネシアかどっかの方の男性の方、が聞かせてくれた話なんですよね。で、まあ、飲みながらやっぱりいろんな話してたんですけども、まあ、僕もやっぱりこう階段がやっぱ好きなので、その男性の方に、インドネシアのその男性の方に、なんか地元で不思議な話とかないですかって聞いたら、最初はなんか、それ何の話ってちょっとこう噛み合わなかったんですけど、いや例えば幽霊が出るとか、そうゴーストとかそういった話って言ったら、あーでも一個だけ不思議なものを見たって話を聞かせてくれたんですよ。まあ、とてもシンプルな話ではあるんですけど、その男性の方がまだ二十歳過ぎぐらいの頃を捨てましたかね、いやもしかしたらもうまだ10代の後半だったかもしれないですね、ちょっと記憶はおぼろげだと言ってたんですけども、仲の良かった男友達何人かで肝試しに行こうってなったんですよ。だあ海外でも肝試しってあるんだって、そこがまず面白かったんですけど、で詳しく聞いたら、彼が当時住んでいた町があるんですけどね、その町の外れにもうとある廃墟があるらしいんですよ。でそこはもう10年以上誰も住んでいない廃墟 で結構もう朽ち果てていて、森の中にポツンとある一軒家らしいんですよね。でどうもあそこに幽霊が出るっていう噂がその町の中に、こうちょっと広がってたらしいんですよね。なのであそこ一回見に行こうって言って友達何人かで行ったらしいんです。で夜中ではなかったと言ってたんですよね、確か夕方近くの時間帯だったと言ってたんですけども、友達何人かで待ち合わせをして、でみんなでその廃墟に向かってこう歩いて行ったらしいんですよね。で、まあ、さっきも話した通りそこ森の中にあるんです。ちょっと町を外れた、狭い山の道に入って、でその草木をかき分けながら、まあ、目的地のその建物が見えてくるわけですよね、森の中にこう木の間に。で あそこだあそこだって、本当に幽霊出るのかなと思ってこうちょっと近づいて行ったらしいんです。そしたらだんだん近づいてくるとやっぱ家見えてくるわけですよね、もう本当に朽ち果てていて壁なんかも剥がれてるらしいんですよ。で当然 窓ガラスが割れていて結構ひどい状態なんですよね。でこれちょっと入るの危ないかなっていうふうに言ってたら、友達の一人が突然ピタッと立ち止まって、あれ見えるって言うんですよ。でそれ聞いた、まあ、話をしてくれた方はですね、え何って指さす方向を見たら、家の2階の窓があったらしいんですけどね、当然口当ててるんですけどガラス割れていて、何かその窓に丸いものが浮いてるらしいんです。であれって言ったら、うんあれ見えるお前、あ見える見える。でよく目を凝らしてみたらびっくりしたらしいんですけど、それ人の首がポツンと浮いてるらしいんです。でそれがじーっとこっちを見てた、でそれで俺たち逃げて帰ったんだっていう話をそのインドネシアの方が僕にしてくれたんです。でまあ、シンプルにこう肝試しっていうカルチャーが向こうにもあるっていうのも面白かったですし、うん、あそれはやっぱり単純になんか怖いねってなったんですけど、やっぱどっかに僕疑問があったんですね。それただもしかしたら人が侵入してただけじゃないのって思って、まあ、でもしかしたらそこ誰か入ってたのかなって言ったら、その方がいや違うんです、その首下に内臓がついてたんですって言ったんですよね。だそれを なのであれは生きてる人じゃない、うん楽しくしてくれたんですよ。でお話としてもこれだけではあるんですけど、とてもすごく興味深かったのは、あのインドネシアの地方って、あのこれ水木しげるさんも確か漫画に書いてるんですけど、首がついてて下が胃袋の妖怪がいるんですよね。だからもしかしたらその妖怪っていうイメージがあったので、そういったものを見た時にそういうビジュアルとして頭に入ったのか、もしくは本当に首に内臓が浮いているっていうようなビジュアルの幽霊の出方をするのか、まあ、どっちに解釈してもちょっと面白いなと思ったちょっとお話ですね。へありますよね、あのその内臓がついてる妖怪ね、はいはい、だそれがだ本当にそういうやっぱり幽霊ってこれは僕の勝手な解釈ですけど、うん、やっぱり見た人 あの何でしょうね、こう脳にあるイメージとこうちょっと混ざり合うみたいなところももしかしたらあるかもしれないんで、そういう妖怪がいるからそう怪その怪自体がそう見えたのか、もしくは本当にそういうビジュアルで出てくるっていうケースが多いのかっていう、どちらに取られてもちょっと面白いかなという。